トリックはトリート。はい、俺の実験ショーと申します。よかった、ハロウィンにギリギリ間に合いました。ハワイ時間で。今回の動画なんですが、トリックアートドラゴンってご存知でしょうかね。実は結構前に流行ったみたいなのですが、想像以上にねトリックアートしてたので、今日は作ってみたいと思いまして、撮影しております。このトリックアートドラゴンね、ネットで検索すれば探し出せると思います。一応ね概要欄に URL 載せておきますけどね。で、ネット上から印刷したもので作るんですけれども、印刷機とかがないねご家庭だったらね、インターネットカフェとかで印刷できるお店は結構あるので、そちらを活用してみるのもありかなと思っておりますが、トリックアートドラゴンそんなに時間はかからず作れるみたいなので、お子さんがいればね一緒に作ってみたりすると楽しめたりするんじゃないかなと思っておりまして、とりあえず、どういうもので作るかというと、この印刷したものをここの線に沿って切っていきたいと思います。ここは切りにくいですね。ここ一気にガーって切っちゃった。あと切る場所は一応ここに線あるんで、切れば、あとはここを打っていく感じですね。こういう感じ。で、止めることができると。ここを切らなきゃダメですね。首の根元までですね。出来上がると。というわけで、できたのを見てみると、こうやって写すと、こっちを見ているみたいにはならない。はい、これ作り方間違えてます。多分ねこうやって作ってしまう人いるんじゃないかなと思うんですけども、これが、外側ではなく内側に顔が向くようになりますね。これを内側にこうなってで貼り付けていくと、おお、ねじる。ああ、これでもほんと、うん、画面で見るとこうなるんですけど、実際に見てると全然トリックアートには見えない画面上のみでトリックアートになるっていう感じですね。うん、でこれを裏面で見てみるとこういう感じですね。こういう形で作ると、表にしてみたら、首を振るという感じですね。なるほど。これね、とりあえず作ってみて、カメラの画面上でこうやって動かしてみると面白いと思います。動かして、ここから無理ですね。ここが最大、正面が最大値が。ここと。はい、というわけでトリックアートドラゴン作ってみました、ね、よろしければね簡単に作れるんで、お子さんがいるご家庭とかだったらなおさら楽しめるものになるんじゃないかと思います、ね、ぜひ作って試してみてください。それではここまで見ていただいた方ありがとうございました。すごい。